えと思った時、心の中ではもう飛んでいるよ。扉を開けたいと思った時、心の中ではもう冒険が始まっているよ。今日ここにいる私たちは一緒にたくさんの新しい世界への扉を開けていくことになります。その仲間の名前はトビラリアン。私たちはトビラリアン。ようこそトビラリアンの冒険の世界。あとは扉を開けて飛び出すだけ。飛び出せ、トビラリアン。この後は自分がどこに履ける、どこから入ってくる、どのタイミングで入ってくるっていうのをしっかり頭の中でイメージで整理してください。でそれを体で表現しましょう。よろしいでしょうか。はい。またこのような形で、初めてだったので結構ドキドキしたんですけれども、なんとか怪我もなく、ね、終えることができて、以上です。ありがとうございました。